今回は赤旗族の赤旗を紹介します。最後から2番目にマハタ族と言いそうになったんですが、ついこの前までマハタ族でした。学名はエピネフェルス・ファスキアトス。エピネフェルスは曇ったとかそういう意味があるらしいのですが、ファスキアトスは島があるということです。かつてエピネフェルス族はマハタ族と呼ばれていました。それがマハタとマハタモドキがシュポルトドゥス族という、ちょっと、まあ、舌を噛みそうな名前の族に変更されたので、それに伴ってエピネフェルス族は赤旗族ということになりました。シュポルトドゥス族が現在のマハタ族というわけです。まあ、ちなみにマハタもシュポルソドゥスセプテンファスキアトスと言いまして、7本の島があるという学名がついています。まあ、ついているのでマハタモドキもシュポルソドゥス族のオクトファスキアトス。オクトは、まあ、8という意味で、ファスキアトス、島模様ですね。マハタよりも数が多い学名になっています。まあ、その辺はちょっと謎なのですが、王体の本数から言えばマハタもマハタモドキも同じ、もしくは二分されているところを2本と見てもマハタのが多いぐらいで、その辺はちょっと謎です。話がそれましたが、赤旗に戻したいと思います。それで赤旗の英名をブラックティップグルーパーと言います。ブラックティップというのはこの排気外縁のこの黒い三角形のこの部分を言います。ティップ、まあ端が黒いというで、グルーパーは旗の仲間、グループからできている言葉で、集まってくるという意味があるそうです。ブラックティップの部分なんですけど、まあ、よく見ると11本極があります。まあ、この11本極があるのは、まあ、現在のマハタ族と赤旗族どちらも11本です。まあ、浴衣旗族なんかになると少なくて9本、花台赤などになりますと10本、その中間の10本です。そのグループによって曲数が違います。まあ、アラなんかだと13本だったかな。まあ、旗の中では一番多いです。旗科の中では多いです。で、この黒い三角形がよく見るとこのように木膜の切れ込みの高端の高さで肺炎に沿った形で線を引かれています。三角形がずっと続いているわけです。11本続いているはずです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11本ありますね。で、その下がちょっと白っぽく縁取られてるような感じがあります。そのような個体もちらほら見かけます。で、この三角形の頂点のあたりが白いです。実は白いんです。まあ、白いのが少し見えるかと思います。先端付近は白いです。これは水中の、まあ、画像なんかだと白く映っていることが多いです。まあ、これがブラックティップですね。赤旗までなので赤旗もどきというのもいるんですが、同じ赤旗族です。どこで見分けるかと言いますと、体色は赤っぽいのはだいたい似通ってるんですが、このブラックティップ
ップの部分が赤いです。赤旗もどきは赤いです。もどきの方が赤いと、まあ、何事だと言われるかもしれませんが、仕方ありません。本家の赤旗の方は黒いです。漁名というのは、まあ、そんなもんですね。そのようなひねくれがちな漁名は多々あります。で、赤旗もどきはここが赤いというのを覚えておいてください。それから今この南城部、廃棄南城部、まあ廃棄は一気に一気で極上部と南城部にがあります、がつながっています。南城部の、まあ、外縁付近は黄色っぽく、黄色っぽい傾向があります。尾びれの、まあ、後縁付近ですか、も黄色っぽいです。で、尻びれの南上部、外縁も黄色っぽいこと、黄色っぽいことが多いです。ちょっとこれは少し黄色みが、ちょっと黒っぽくなってしまいましたが、まあ少し黄色い、黄色っぽいです。で、南で後半部、あるいはこの後縁付近は黄色っぽい傾向があります。で、腹びれも黄色かったりします。だいたい黄色い部分は、それぐらいです。赤旗もどきの場合、この南上部の、まあ、外縁というかが暗い、まあ、黒に近いような黄緑色で、この尾びれの上縁、上の方ですね、4分の1ぐらいですかね、5分の1ぐらいですかね、これぐらいの幅でやはり同じように黄緑色の暗い黒に近いような色、それが、赤旗もどきのと赤旗の見分け方です。頭部から一回見ていきましょう。瞳孔の周り、まあ、虹彩部分ですね、ちょっと赤っぽいです。まあ赤っぽいことが多いです。で、朱色のような色のことが多いですね。で、目の周囲、特にこの眼下、眼下に沿って黒いです。黒く見えます。これは赤旗の傾向です。ちょっとこの赤旗は、ちょっと頭部が小さく見えます。通常の赤旗と、ちょっと形状は少し違和感があります。まあこんな個体もいるってことです。旗科ですので、主菜骸骨には3極。ここと、ここと、ここにあります。ちょっと見づらいので、ここら辺は他の旗科でも説明してるかと思うので飛ばします。で、この赤旗はちょっと黄体が、まあ、薄いで、上角の刃のように剣歯状の刃があります。型が小さいのであまりはっきり分かりません。下下角はこんな感じです。ここが黒くなってますね。あとこの6本というか、まあ、見方によって本数は、まあ、変わってしまうのですが、尾平部にちょっとこれは非常に分かりづらいですね。薄くなって、尾平部にあります。1本あります。これ二分されている場合もあります。で、ここにも黄体があります。南上部からこう降りて尻びれ南上部に、
シルベランジョブの、後半部に向かいます。やや後ろに傾いている後傾しています。で、後ろから3番目、これはこの極上部と南上部の境目あたりから、このシルベ極上部というかシルベの、まあ、前縁ですね、あたりを中心にして、まあ、これもやや後傾して後ろに傾いてます。で、4本目が4本目というか、まあ、逆に説明しているので、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれません。で、後ろから4番目、4本目、まあ、これは極上部からこの腹びれ後半部ぐらいをめがけてこう来ます。で、次この極上部前半部ですね、からもう一本来て、今度は下に行かずにこの胸びれ基部あたりに行きます。で、あとは頭部、ここにも、まあ、これは、まあ、こんな感じですね。島と言えないようなのがあります。まあ、この辺のパターンは非常にクエに似ています。クエの方がややもうちょっと傾きが大きいです。少し傾きが大きいです。で、この大体の中に白い白斑がこうあるのですが、こういう傾向があります。場合によってはこの3列あるやつもいます。この辺もクエによく似ています。クエも大体の中に白斑があります。で、マハタなんかだと、まあ、ほぼ垂直に近い胴体が主となっています。アオハタなんかだと逆に前傾姿勢、特に、後半部のは前傾しています。その辺で見分けることができます。で、あとは霜降りハタなんてのもいまして、霜降り旗に赤旗はよく似ているところがあります。まあ、霜降り旗の場合はこのブラックティップ、これはありません。まあ、よく似ていてもここを見れば一発でわかります。で、鱗が少し大きいです。この赤旗よりも大きいです。赤旗はどのぐらいかといえば、このように細かいです。ですが、霜降り旗はもう少し大きいです。どこに似てるかというと、鱗の一つ一つの中心部がこのように白く、まあ霜降り旗と同様に、中心部が単色です。赤旗もそういう傾向があります。全個体がそういうわけではないのですが、状態によってそれがよく目立つ状態の時と、まあ、いろいろあります。よく見ると単色のことは非常に多いです。今度釣れた時にはじっくり見てみてください。で、先ほど赤旗もどきが出てきましたが、鱗の細かさから言うと赤旗もどきはもっと細かいです。ですから、まあ、小さい順に言えば赤旗もどき、赤旗で霜降り旗という感じですかね。あとこの排気基部がちょっと黒っぽく見えるかと思います。まあ、これもそういう傾向があります。それから、この包帯が、体全体が真っ赤になる場合があるんですが、そのような場合は、この包帯がほとんど見えなくなります。
そのようなことが多いです。それとこの個体はちょっと赤褐色と言ってもいいような色しています。褐色、まあ、茶色っぽいような色の赤旗もいます。それからそのような個体っていうのは浅いところにいる小型の個体に多いような気がします。それからパターンとしてはどういう色彩模様に変化するかといいますと、この前鰓骸骨の隅角部、この隅ですね、隅の角のあたりをめがけて一本こう暗褐色あるいは赤い帯が走る場合が多いです。それから糞、まあ糞端あたりから目を通って、まあ、この辺まで来る渋滞ですね、縦の帯ですのようになるパターンも多いです。それからこの下顎から喉、胸にあたりにかけて綺麗な赤になる、染まる場合があります。バイガルドよりそのような傾向があります。パターンが多いです。で、全体が赤というよりは、白と赤のまだら模様で、この胸部、胸のあたりは白色斑の楕円形の白色斑が強く見られます。そのようなパターンが多いです。あとこの白色斑、黄体にある白色斑は時にこの縦線のように見える場合があります。で、あとこの黄体と黄体の間はこの単色になっていますが、このまた中央部、単色部の中央が少しこの黄体の濃さほどではないですが、まあ薄い赤褐色になる場合が多々あります。それも傾向です。あと尾びれは、円形、少し丸みがあります。あとは胸びれは赤旗の場合18から、20何畳です。例えて言うならうっかりカサゴです。うっかりカサゴは18から20何畳、飲み込みやすく言うとすれば19前後というわけです。19プラスマイナス1です。で、対するカサゴ、カサゴは18プラスマイナス1、この辺は定番になっていますので覚えておいてください。それと合わせてこの裸も暗記することができます。18プラスマイナス1がカサゴ、19プラスマイナス1がうっかりカサゴです。それでカサゴと同じ同数の胸びれを持つ、ハタカの魚は、まあ有名なやつで言えばタマカイ、マハタ、それからクエ、オーモンハタ、あとはキジハタ、あとは霜降りハタ、まあ、その辺が18プラスマイナス1です。なんですがこの赤旗は19プラスマイナス1で、うっかりカサゴと同数で、同じ数を持つ魚にはマハタモドキがいます。まあマハタモドキも説明したと思いますが、マハタはカサゴと同じ、マハタモドキはうっかりカサゴと同じということです。こう覚えると覚えられるかと思います。ということで、あとは赤旗は釣り上げると大概表浮き袋が膨らんで口から胃が飛び出てしまいます。反転糸となって
出てしまって、まあ、あまりリリースできない個体が多いです、ですのであまり小さな赤旗は、まあ、あまり釣りたくないなと思います。この赤旗も同様に、浮いてしまったので動画の素材とさせていただきました。ということで今回は赤旗でした。ご視聴ありがとうございました。